はい、どうも。今私はね、静岡県掛川市の道の駅掛川に来ております。はい。国道1号線のね、バイパス沿いにあるね、道の駅になっております。はい。それでね、今から何をするのかって言いますと、静岡県で一番ね、秘境にあるちょっと温泉に行ってみたいと思います。はい。静岡県でね、一番秘境にある温泉っていうね、ちょっと概念が、人によって違うかもしれないんですけど、私ちょっとね、いろいろ探した結果、なんかね、3軒ぐらい出てきて、いやもうどこが一番秘境なのかなって今考えたんですけど、私なりに答えを出したところ、白樺荘ってところに行ってみたいと思います。それで、秘境温泉っていうとね、まあ静岡は結構いろいろありまして、あの梅ヶ島温泉とか須磨滝温泉とか、もう秘境のうちに入りそうなレベルなんですけど、まあ今回はね、その多分一番秘境になるんじゃないかなと思うんですけど、白樺荘っていうところのね、温泉に行きたいと思います。なのでちょっとね、雨が降っているので車でね、もうちょっと話したいと思います。はい、それでね、今から白樺荘ってところに行くんですけど、白樺荘ってどこにあるんだっていう話で、静岡県にね、大井川っていうね、川がね、ズドーッと流れているんですけど、その一番奥っていうかな、一般の方が行ける一番奥側って言ったらいいのかな、うん、大井川って静岡の一番奥まで流れてる川で、今話題のリニア新幹線のトンネルがどうのこうの、大井川の水がどうのこうのっていうエリアなんですね。で、まあ、そこまで行くのに、正直今ここ掛川なんですけど、2時間半ぐらいかかるって Google マップでも言っております。はい。そのぐらい時間がかかるっていうか、遠いところ、まあ、距離で言うとね、80キロぐらいらしいんですけど、ただね、まあ、山道っていうことでね、2時間以上かかるっていうね、ところで、行きたいと思います。ダムの手前になるんですけど、そのダムより先に行くことは、発電所関係の人しか大井川のね、その先の川の奥の方にね、行くことできない赤石ダムとかね、あるんですけど、そこに行くにはね、ダムの管理者とか発電所、電気、関係のね、方しか行けないので、一般の方が行ける一番奥のところにある白樺荘っていうね、ロッジなのかな、そこのね、日帰り温泉が利用できるということなので、そこまで行ってみたいと思います。で、まあ私今名古屋方面から来たんで、掛川で撮影始めて、でこの先金谷ですね、金谷福島田市のね、金谷っていうところから国道473号線で北上していくんですけど、まあ、東京方面、静岡市からですと国道ね、362号線っていうところをね、ずっとね走ってって、線図でね、私の道と合流するので、そこからまたさらに線図から、また険しい山道をね走っていくっていう感じになっております。もしかしたらもっと違う道があるかもしれないんですけど、まあ、それで私はとりあえずね、国道、473号線からひたすら、大井川沿いに走っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、今回、まあ、秘境温泉っていうことなんですけど、秘境温泉って多分探すと、もしかしたら歩いてもう2時間とか3時間とかひたすら歩いていくような、本当に秘湯っていうレベルの温泉もあるんですけど、今回はねちょっと車で行けるっていうことでね、車で行ける多分おそらく秘境のエリアの温泉っていうことでやっていきたいと思いますので、もしよろしければ他にもねあるっていうね、教えていただければコメント欄で、はい、よろしくお願いします。それではね、行ってみたいと思います。はい、ここのね、大城インターで国道1号線バイパスを降りて、でね、この先大井川があって、もうねこの大井川沿いのね、国道473号線でね、ひたすら北上したいと思います。川沿いをね登っていきたいと思います。で、まあ新東名高速のね、島田金谷インターだったかな、がこの近くにありますので、まあ、高速で来る場合はね、そこを利用するのが一番いいのではないかなと思います。そこか、
なんだろう、静岡サービスエリアから入っていくのかな、静岡サービスエリアから降りて、で、あの国道、362号線でしたっけ、それをね登って、仙豆に向かう、とりあえず仙豆方面ですね、に向かいたいと思います。なんか煙がもくもくしてるけど、なんだろう、なんかすごい煙が出てるんですけど、なんと SL があの並走しております。はい、あ面白いな、なんかあんまり見えないんですけど、煙がすごいな。あ、一番後ろに電気機関車みたいのがついてるんですよ。ここで電気取ってるんだ。へえ、あ向こう行っちゃった。なんと並走シーンを、おお、なんかちょっとすいません、カメラには収まらなかったですけど、一応 SL とたまたま並走しましたね。あすごかったな。はい、今ね家山駅の近くまで来ました。はい、雨だな。ちょうど真横にね SL が走ってるんですけど、ちょっとまたカメラに映らないっていうね、ずっと何気に一緒に走ってきたって感じですね。で確か SL って家山駅を確か停車するんですよね。うん、だからちょっとね車の私の方がちょっと先行するっていう形になりますけど、また追いつかれるのかな、どうなんだろう。結構ねここまでの間道の方が険しくって、で SL の方がね若干直線っていうかななところを走っていったから、やっぱ SL がね先行して走っていったみたいで、でね、あの線路沿いにね煙がもくもく残っているから、ああ走っていったんだなっていうのが分かるんですけど、なんか知らないけどここでまたあの追いついて、で SL はねあの駅に停車したと思いますので、私は引き続き国道473号線をねまた線路沿い川沿いにね走っていきますので、またどこかで追いつかれるのかな。道の方がねくねくね走ってるから SL の方がね若干速いような気もするんですけど、どうなんでしょうか。はい、千頭駅まで来ました。千頭駅だよな、ここ、こうなってるんだ。まだね42キロあるみたいで、ここら辺が中間なのかなっていう感じで気合い入れていきたいと思います。ここで道が分かれて、向こうに行くと須磨田橋になるんですね。須磨田橋の方もね、なんか秘境温泉で調べると出てくるんですけど、ここからどうだろうな、30分、そんなにかからんか。須磨田橋の方はねまだここから多分15分ぐらい着いちゃうんですけど、私が行こうとしている白川荘はねまだ多分1時間以上かかるっぽいんで、多分白川荘の方が秘境でしょうね。まだここからね36キロかあるみたいなんで、引き続きだんだんね道が寂しくなってきたっていうか、ここはまだいいですね、片側普通に一車線あるのでセンターラインあるので、ね、いいんですけど、この先なんかナビ見てるとすっごいくねくねなんですよね。心配だなっていう感じですけど、ちょっとルートから外れてとんでもねえところ走ってるんですけど、ここにね奥大井湖上駅っていうのがあるんですね。大井川鉄道井川線のねまっすぐか、心配だな、大丈夫か、すごいところ行くな。でも車止まってる。まだね駐車場があるだけマシですよね。ちょっとねちょっと観光したいと思います。よく見るあれですよ、よく見るあれってしか言いようがないんですけど、仮設トイレがある。トイレあるだけ助かるな。はい、なんか大井川湖上駅だったかなの近くの駐車場なんですけど、どうやら皆さんねここからね階段を登ってずっと山の上に登ってってるんですけど、山の上に展望台みたいなのがあるのかな。じゃあ登っていきたいと思います。ここがなぜ徒歩15分って書いてありますね。ちょっと雨上がりだからね道がちょっとぐちゃぐちゃですけど、よかった、ちゃんとした靴で来てよかった。ちょっとちゃんとした靴の方がいいですねここは。
ちょっと滑ると危ないので、ちょっと足元に気をつけながら行きましょう。15分か。列車が何時に来るのか書いてあると助かったんですけどね、ちょっと電波があるようなないような地域だから、ネットで調べようにも出てくるのか出てこないのかっていうレベルで、とりあえず向かおう。なんかゾロゾロ皆さん歩いて行ってるから、たまたまなんか列車が来るからなのかわからんけど、向かってるから私も便乗して向かおう。なんかカフェがあるみたいですね。こんなところにカフェあるんで信じられないんですけど、こっちに行くと駅の方なんですよね。でこっちに行くと、あのよく撮影されているところですね。どうしよう、どっち行こうかな。路線バス停って書いてあるね。バス来るんだ。どうしよう。とりあえずじゃあ撮影スポットの方行ってみますか。はい、なんとか多分登り切ったと思うんですけど、ここは登ってきたんですけど、それで謎の道に出て、路線バス停が徒歩5分であるんだ。それで右に行くと駅の方ですね。駅って言っても2つあるのか。それでこれがいわゆるビュースポットってやつですか。なんか音するな。わあ、そうそうそう、まあ、こんな感じですよ。よく見るやつ。あ、ボートか。うわー、すごい。よく見るやつ。ちょうど天気はね、雲が晴れてきて太陽も出てきて、いやー、いい時間帯に来た。わからんけど、まあまあ人もいるわ。ちょっと奥まで行きましょう。いやー、よく見る、写真でよく見るところですわ。ここがね、奥大井湖上駅っていうのかな、なっておりまして、今ね、11時5分で、なんとね、11時13分ぐらいにここにね、列車が来るみたいなんで、まあ、せっかくだね、そこでも見てみたいと思います。ほいで、私、こっちのね、岸から、どことか歩いてきたんですけど、なんとね、この橋ね、人が歩いてるんですよ。でね、まあ、なんでかっていうとね、この駅、ちょうどこの島みたいなところにあるんで、むしろこの、橋を渡れないと人間が行き来することができないっていうね、ことになっているから、この橋を渡れるみたいになっています。はい、まあ、あの橋も渡ってみたいんですけど、まあ、列車を撮影してから行こうかな。はい、ちょうどね、列車が来てね、いや、よかったですね。いやね、一瞬めちゃくちゃ人が多くなったんですけど、もうね、列車が行った瞬間、皆さん帰っていきますね。当たり前ですけどね。うん、いや、なんかね、ちょうど来られてよかったってね、皆さんおっしゃられて。いや、私もね、ほんとたまたま10分前ぐらいに到着したから、まあ、せっかくだから列車見るかと思って来ましたけど、いや、よかったですね。まあ、せっかくだからやっぱ駅の方行こうかな。
で今さっき行った列車がね折り返してくるかもしれないのでちょうどね重なればいいんですけどどうでしょうか、まあ、とりあえずね橋の方せっかくなので行ってみましょう。でまあまあここまで来るのにね結構時間が1時間2時間近くかかるのでね金谷からね皆さんねいや来れてよかったって言ってますね。いやいいところですわ。ちょっとカメラでは分かりづらいんですけどまあまあ急な階段です。でその先に真下に線路があるんですけど何とも言えない光景ですね、まあ、こっちはね最初下っていくんで楽なんですけどね帰りがね、まあ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 ですね128段って書いてあったかな、まあ、ちょっと足腰に自信がある人がおすすめですけど、うん、ああだいぶ線路が近い真上ですね。うわすごいすごいすごい。すごい。やっぱここは架線がないからねやっぱ空と一体感一体しててね線路がなんかいいですね。空と湖と橋といいですね。この橋何メーターぐらいあるんですかね。でねこの、ま、真ん中にねあの橋が橋じゃないや駅があるんですけどその上にねカフェがあるみたいでなんかさっき話していた人たちによりますとなんか青色のカレーがあるって聞いてそうなんだみたいなふうに思ったんですけどちょうどねちょうどじゃないけども11時25分ぐらいかなんだかあれなんでどうしようかなと思うんですけどで私は今さっきいたところあの辺ですね。あの白いガードレールが見えるあたりじゃないかなと思うんですけど、そこまで歩いていったのか。うわあ、橋のじゃあ線路が真横ですわ。もうこれ列車来たら触れるんじゃないかっていう距離ですよ本当に。触らないですけど。さっきからね川にねボートが走っててなんかねボートに紐で引っ張られてる人がいるんですよね。楽しそうですね。なんかスノーボードみたいな感じでやってますね。息が合わないと多分立てないと思うんですけど。でね、向こうにね、鉄橋みたいなのがあるんですけど、あれ配線なのかな？配線跡なんでしょうか？って感じで。もうすぐ駅ですね。はい、というわけでね、駅まで着きました。橋を渡って、ようやく陸地にたどり着きましたね。いきなりホームに入っていいのだろうか。入場券とかないけどどうなってんだろう。こうなってるんだ。あ、なんか上で見るよりだいぶ駅小さいな。もっとなんか大きく見えたんですけどね。入っても良さそうですね。おおおお、あ、いいですね。海抜490メートルもあるんだ。そりゃそうか。この鐘を皆さん鳴らしてたのか。でもこっちの橋はさすがに渡れないみたいですね。橋の途中までホームがあるのか。ああなるほど、そういうことか。あと何分ぐらいで電車が来るんだろう。電車じゃない列車。はい、どうやらね今11時34分ぐらいで列車がねあと20分後のね11時54分に来るんですよ。どうしようかなって感じなんですけど。でね、なんか皆さんちょっと違和感感じませんか？私はね、途中から気がついたんですけど、なんかね、ホームと線路ってめちゃ近くないですか？これどういうことなのかなと思って、多分列車にね、乗るとき段差があるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんだろう。さすがにこの高さ一緒ってことはないと思うんですけどね、列車の座席っていうか、床の高さと。もう普通のとね、線路となんだホームの高さって1メーターぐらいあると思うんですけどね、だいぶ近いなと思って、いやなかなかいいですね。これでね、まあ、この駅のね上にねカフェがあるので
なんか週末限定みたいなんですけど、週末限定なのかな、週末オープンって書いてあるんですけど、冬季も営業中止みたいなんですけど、まあ、よろしければ皆さん行ってみてください。なんか青いカレーがあるって言ってましたけど、どうなんでしょう。私はもうそろそろ行こうかな、もう目的地があるので行きましょうか。まあ、せっかくだからちょっと入りだけ入ってみますか。なんかご自由に入ってくださいみたいな書いてあるから、おしゃれですね。おしゃれだ。なんか1階はね誰でも入れるんですけど、2階はねワンドリンクか食べ物をね頼んだ人しか入れないみたいで、私はねコーヒーを買いました。ちょっとせっかくなので2階に行って見晴らしをどんなものか見てみたいと思いますけど、あ、まあ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 人がいる。ああ、いいですね。あと10分ぐらいで列車が来るから、どうぞ人が集まってるな。じゃあね、ちょっとアイスコーヒーいただきましょうか。何か見えんけど、全然見えんな。こんな感じになってます。よく混ぜて飲めって言ってたけど、ミルクが下、これ白いけどミルクなのかな、ちょっとないよ。あ、下ミルクだ。よく混ぜないとダメなやつだ。まあ、こんな感じでね、オープンスペースがあって、ちょっとね、中はね吹き抜けになってるところがね席がないんですけど、まあ、外はねこんな感じ。さっきおばちゃんがいたけど、私が来たらね多分列車が来るから多分行ったんでしょうね。ちょっとよく混ぜないといかないっぽいな。別にミルクなくてもよかったんですけど、でなぜかわからないけど、この双眼鏡があるんですね。これは100円入れるタイプなのかな、謎ですね。あ、これなんだろう、Wi-Fi かな。電波がね、私のドコモではね今圏外なんですけど、 Wi-Fi が繋がるのか、謎だな。どうやってやってるんだろうって思ってたんですけど、そうピントが合わない。ちょっと相変わらずちょっと何色かよくわからないんですけど、カフェオレみたいな色になりました。でね、ダムコーヒーっていうらしいんですけど、ダムコーヒー協会っていうのもあるみたいなんですけど、よくわかんないんですけど、それで認定されているダムコーヒーらしいです。でね、味はね、まあクリーム入ってる、クリームミルクか入って、甘いんで、どうだろう、雪印コーヒーのなんか高級版みたいな、飲んだことないけど、なんか高級なコーヒー牛乳の味がします。まあそれそうだ、500円もしたんだからそういうことだっていう感じ であとね、もう10分もしないでね列車が来るので、まあ、飲んだらどうしよう、ホーム行こうかな。はい、いやね、なんとかねコーヒーを飲み干したんですけど、あのね、なんと列車が来ましたね。まだね11時50分なんですけど、54分発だったと思うんですけど、どうやら早く来てちょっと止まるみたいですね。あー、列車が来ましたねさっき私は上から見たやつですね、多分。一番先頭が機関車でね、あと後ろはね客車が引っ張られてるって感じで、ああ、段差っていうの、入り口なんか、あんまり見たことない客車だな。4両客車があって、先頭1両が機関車ですね。ああ、すごい、手で開けるんだ。難儀してるな、難儀なんか団体のツアーみたいな、添乗員さんみたいな人が開けてるところと、なんか自力で開けてるところと、どういう風になってるんだろう、これ自由席なのかな、乗り方が難しいですね。4分ぐらい止まるみたいですけど、どうしよう、下まで行ってたら間に合うかな。楽しそう、
車掌さんがいる。あの添乗員さんは一体何者なんだろう。どこから来たんだ、そもそも。そもそもどこにいてどこから来たんだ。そんななんか団体っぽい人たちいたかな、わかんないんだけど。ああ、車掌さんがいる。ああ、せっかくだったらね、前から撮りたかったんですけど、ちょっと思ったより早く来たから、あと2分ぐらいで行っちゃうから、ちょっとこうやってダッシュで行ったらちょっと危ないからね、やめよう。ここからちょっと見送りましょうか。なんだろう、やっぱあの、この車両のつなぎ目がね、あの、車内から行き来できないから、外からじゃないとね、行き来できないから、車掌さんが各車両をね、見てますね。何してるんだろう、切符ありますかって見てるのかな、切符を販売してるのかな。これどうやってしドア閉めるんですかね、車掌さんが全部手で閉めていくのかな。乗り間違えてないですかとか聞いてるのかな。楽しそう。あの、乗りたいんだけど、乗るとね、いつここに戻ってくれるか分かんないんだよね。あ、やっぱり、閉めてますね。手動で閉めてる。大丈夫ですかって感じで、席座れてますかって感じで聞いてるのかな。どうなんだろう、これ全部閉めて回っているから、発車が遅れるのかな。下行っても良かったかな。まあいいや。あんま、前の方で写真撮ってたらどうなの、怒られるのかな、いるのかな、人いるっぽいけど、どうなんだろう。閉めてる、一個一個閉めてますね。手動だでな、結構大変だよな。なんかなんとなく皆さん席に座れてる感じですね。立ち客はいない感じ。外に鍵があるのかな。うんね、走行中にね、勝手に開けて降りられても困るしね。大丈夫っぽい。案外、意外と帝国だ。帝国ですわ。あ、客車っぽいね。連結のガチャガチャって感じで出発していきます。いいな、いいですね。いいですね。ああ、行っちゃった。これで次来るのがちょっと何時か分かんないんですけど、私はもうだいたい用事を終えたので、なんかもうこれで満足した感じするんですけど、まだ1時間ぐらい車で走って山奥に行かないといけないっていう現実がね、あるっていうね、ことを忘れかけてましたよ。まあいい休憩になりましたね。じゃあ再出発しますか。あ、ちょうどねカフェの入り口にね、いい感じの、あの、こんな感じで列車に乗って行って帰ってくるといいよって感じのね、あれがありますね、うん、はい、というわけでね、駐車場まで戻ってきました。いやでね、駐車場にもね、トイレありますし、で、カフェのね、1階のフリースペース、誰でも入れるんですけど、そこにもね、一応水洗のトイレありますので、まあそっちはね、ちょっと洋式か和式かわかんないんですけど、この仮設トイレはなぜか洋式でしたね。うん、ただ、ウォシュレットはないです。はい。っていう感じでね、はい。いやー、私はね、今、ここに来た10時半ぐらい行ったのかな。10時半ぐらいに来て、で、最初はあの、上の展望台に行って、そうするとね、なんだ、列車がちょうど11時ぐらい、11時13分に来るので、それを見て、で、下のね、あの、駅の方に行って、そして54分ぐらいの列車が来るので、っていう感じのルートがね、いいんじゃないかなと思います。私は何も考えないで行ったらね、多分最適な感じで見れたんじゃないかなと思います。ではね、引き続き、ちょっとね、本線の方を向かいたいと思います。今ね、関蔵駅をね、通過したところなんですけど、いや、いよいよ道幅が狭くなってきましたね。ちょっとね、すれ違い、向こうから車が来ると気を使わないといけないところになってきましたね。ちょっとすれ違うポイントを探さないといけないっていうね、で、見通しが悪いというね、うん、
こんな感じの道がまだあと26キロぐらい続くみたいですねでこの先にであと大井川鉄道の、ね、終点の井川駅っていうのがあるんですけど、そこからまたさらに行くみたいなんで、井川駅まであと何キロぐらいなのかよくわかんないんですけど、こんな感じなのかな。今まではね、なんとかね普通にねすれ違えるぐらいだったんですけど、ちょっとこの道幅はねちょっとね気をつけないといけないですね。あと落石がある、なんかコロコロ石が転がってるんで、まああんまりその不用意に踏まないようにバンクしたらえらいことなんでね、ちょっとね気をつけながら行きましょう。はい、というわけでね、井川駅の近くまで来ました。斜め左ってこっちか。はあ、右に行くと井川ダムとか、なんと静岡市の方に行けるみたいなんですけど、ではね、もういよ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 ここからは本当にね南アルプスのどん詰まりまで行く道になるのかな。県道60号線っていうのか、なんか通行止めって書いてあるけど大丈夫かな迂回路って書いてあるな。はい、井川の集落からね5分ぐらい走ったかなというところでね、右手に大井川があるんですけど、なんか大きい吊り橋がありますね。ちょっと画面にはちょっと映ってないかもしれないんですけど、なんかポツポツね吊り橋があるんですよね。今までも何のためにあるんだろう、対岸に何があるんだろうか。でもしかも吊り橋だからさ、なんていうの、人しか歩けないんだよな。通行止めだわ、通れないみたいですね。これ右手に吊り橋があるんですけど、はい、井川オートキャンプ場ってところまで来ましたね。右手側がそれなのかな、キャンプ場ですね。ここまではね道の感じとしては全然狭くはないって感じ、センターラインはないけど別に普通にすれ違いできるぐらいの道幅があったんで、まあ、向こうからダンプカーが来るとちょっとうーんってなりますけど、乗用車同士だったら、ね、全然すれ違えるぐらいの道幅だったんで、先ほどのね何だったっけ、奥大井何だっけ、なんとか駅から先井川までは関東駅から井川駅まで間はね結構狭くて、そこはね本当にねすれ違いがね大変なところもあったんですけど、そこよりは走りやすかったですね今ここまではね。ここから先ちょっと不安なんですけど、いやちょっと落石がなんとか通れるけど嫌だなあどうなんだろう、あんまり車が通ってないのかな。いやあれはねえ片付ける人もなかなか来れないから大変だよな。なんとか通れたけど、もうちょっとあれだったらちょっと降りて片付けないといけないレベルですけど、はい、あとね白樺荘まで5キロを切ったところまで来たんですけど、今ねちょっと取れなかったんですけど、バスって言ってもハイエースなんですけど、コミュニティバスみたいなのが走ってて、あバス走ってんだと思って井川行きって井川駅行きって書いてあったんですけど、バス来るんだと思ってどこに行くんだろうと思ってねちょっと気になりますね。でね、今のところね実はね野生動物に会ってなくて、こんな山奥なのに何か物足りないなと思ったら動物がいないんだと思ったんですけど、まあ、出会わない方がいいんですけど、以前ね私愛知県のね旧富山村っていうものすごい田舎に行った時に天竜川沿い走ってたんですよね。行きは、まあ、動物に会わなかったんですけど、帰りね熊に会って熊が出てきたっていうか道にいて、あーと思って、あダンプ来た、へーと思ってさ、なんか最初何かな、まあなんか黒い塊がいるなと思ったんですけど、いや猿にしては黒いなと思って、犬にしてはでかいなと思ったんですけど、あ熊だわと思って、子熊だったんですけど、
子熊が道の真ん中にちょこんと座ってて、で私が近づいていくと、まあ、車に気がついて、で山のね斜面の方に登っていくんですね。そしたらあの母熊みたいなのが山の上の方にいて、怖っと思ってうわー熊がいると思ったんですけど、いやまず、ね、車でよかったですよ。これバイクとかだったらね、いやちょっと、おしっこちびるかもしれないレベルの恐怖心があったかもしれないんですけど、ね、なるべく山奥はバイクじゃなくて車の方がいいと思いますねっていうね。帰り、なんだろう、今ね1時ぐらいなんでね、ちょうどやっぱ動物はまだあれなのか活動していないのか、それとも雨上がりだから活動しないのかわからないんですけど、ちょっと帰り夕方とかになるとね、やっぱ活動し始めて、あの遭遇するかもしれないですね。ここから狭いな、ここから狭い、ここだけ狭いのか。今のところね、やっぱりそんなにあの狭くないですね。もっと狭いかなと思ったんですよ。けど今さっきダンプと普通にすれ違う、普通ではないけどちょっと寄ってすれ違えたぐらいのレベルで、うん、なったんで、いや思ったより狭くないなって、もっと本当にギリギリの道幅だと思ったんですけど、うん、まあ、なんとかなりそうですね。あと3キロぐらいのところまで来ました。ああ疲れちゃったな。でもまあ温泉があると思うので、温泉とまだご飯食べてないから、ご飯もさすがにそこで食べるしかなさそうですね。他に店はないしね、食べなかったら我慢して街に出るまで我慢するしかない。2時間ぐらいかかると思うんで、さすがにちょっとね、あのラストオーダーになる前に到着して先にご飯食べた方がいいかなと思うので、ご飯食べてから温泉に入ってって感じかな。なんか風が強くなってきたなと思って、風が強くなると枝が折れて道に落ちていると嫌なんですけど、うん、まあそんな感じですね。まあ、結構注意するポイントが多いので、皆さん気をつけて来るときは来てください。こんな感じでね、まだ全然道幅も思ったより広いから良かったな。はい、やっとね、もう到着しますよ。うん、あの奥大井湖上駅だったかな、そこからだいたい1時間ぐらいかな、1時間ちょっとかな、およ、あ、ここか、ここみたい、ここの右手ですね、どっか入り口あるだろう、ここ、うん、この先でいいかな、ここは最後の休憩所ですって書いてある、あ、右側ですね。はい、無事に到着しました。何時間かかったかちょっとよくわかんないんですけど、今時刻が1時12分っていうことで、お昼回ってしまいましたね。まあ、予定では12時ぐらいに着く予定だったんですけど、ちょっとね、奥大井湖上駅でね、観光っていうか、まあ、列車を見てたり、1時間半ぐらいあそこにいたんで、まあね、その分があれだったんですけど、まあ、予定通り到着しましたんで、とりあえず行ってみましょうか。はい、無事にね到着しました。いや、よかった。道幅もね、思ったよりはね広くって、いやね、全然ね、あの快適な方でしたね。うん、いや、あんまりねそこまで心配しなくても大丈夫でした。ただ肝臓駅と井川駅の間は狭かった。あそこが一番気をつけないといけないポイントですね。バス停があるんだよね。これはダムにまで行くのかなっていう感じで、うん、多分登山する方のためのバスなのかわからんけど、でもここでね公共交通機関で来れるっていうのがすごいな。すご。じゃあね、ご飯先に食べた方がいいのかな。横沢ってどこなんだろう。白樺荘方面はここだぞ。ここは最終点なのか。あ、ここは終点なんだ。ここから先はもう自力で頑張って山に向かってくださいって感じで、1200円かかるのか、1200円か。ん？井川の駅はどこなんだろう。あ、井川駅もあるね。まあ、そんな感じで9人しか乗れないから、9人超えたらその他交通手段をご利用くださいって、何、どうすればいいんだろう。タクシーも来るのだろうかっていうレベルで。でね、まあ、皆さんここね驚きなんですけど、ここね静岡県の静岡市葵区なんですよね。一応区なんですよね。なんか車が続々と来るな。私が来た時 2,3 台しかいなかったのに、私が来たら 3,4 台来ましたからね。すごいな、後ろ走ってたのか。全然車の気配なかったんですけど、なぜかわからないけど、ゆるキャンの
方がいな、ゆるキャンとコラボしてるのか、こんなところまでりんちゃん来たのか。まあいいや、とりあえず中でどんなもんがあるかちょっと見てみたいと思います。10時から6時までなんだ、意外と遅くまでやってるな。本日営業よかった。いいカレンダーだ。靴脱いでって感じですね。宿泊、一応ね宿泊できるんですよ。よかった、まだオーダーストップ前なので先にご飯食べようかな。しようかな、全部美味しそうなんだけど、どうしようか。先に注文するみたいですね。どうしようかな。いや、多分日本でもかなり山奥にある飲食店になると思いますね。いや、なかなかメニューが、いいメニューがあってね、いや、よかったですわ。お酒もあるし、まあ、確かにここね、宿泊もできますので、ね、宿泊者には嬉しいですね。これは何時までやってるか分かんないんですけど、宿泊する場合ね、どういうメニューが来るのか謎なんですけど、泊まってみたい気持ちはありますね。まあ、私は日帰りで帰りますけど。はい、ね、わさびおろしそばにしました。はい、これでね1000円なんですね。これね、街の中で食べても1000円ぐらいすると思うのに、この山奥で1000円はありがたいです。ではね、食べたいと思います。いや、美味しそうだな。なんか2分ぐらいで出てきましたね。いや、ありがたい。いや、美味しかったです。ごちそうさまです。いや、それではね、お風呂の方に行きたいと思います。入浴券はね、ここで買うみたいです。これで登山届とかもね、ここで出すみたいですね。この先ね、南アルプスに登られる方はね、ここで登山届、下山届を書いて山に登ったり降りたりするみたいですね。でこの先宿泊ができる風になってて、ちょっとどんな風になってるか分かんないんですけど、なかなか楽しそうですね。じゃあこれで、券も買ってね、お風呂入りたいと思います。発見中です。券とお金をお取りください。ああ、こんなになってるのか。なんか宿泊のメニューもありますね。ちょっと押してみるか。安いですね。4110円で泊まれるんですね。どういうシステムか分かんないんですけど、なんか休憩もできるみたいな。これは押せないな。これで全て賄ってみたいです。じゃあ受付に渡して、お風呂はこっちですね。さすがにお風呂の中は映せないので、じゃあね、入ってきます。はい、お風呂に入ってまいりました。いやー、非常に良かったですね。内湯がね、20人ぐらい入れる大きさのね、お風呂で。でね、露天風呂がね、10人ぐらい入れるのかなっていう感じの大きさのね、お風呂でね。いやー、非常に良かったです。これでね、まあお湯もね、無色透明で、ちょっとね、ちょっとだけ硫黄の匂いをするかなって感じですけど、でね、非常にね、ちょっとね、ぬるぬるした感じで、お風呂上がりでもね、ちょっとね、しっとりした感じのね、感じをね、楽しめましたね。いやー、良かったですわ。ただね、内湯一つと露天が一つだけっていう感じでね、サウナとかね、他のね、なんかやつはないんですけど、それでもね、まあ、洗い場もね、7箇所ぐらいあって、シャンプーとね、なんだ、ボディーソープが完備されてて、ね、まあ、とりあえずタオルだけあればね、入れるって感じでね、非常に良かったです。ただね、ちょっとね、やっぱ露天風呂の方がね、やっぱ大自然なので、外が若干ちょっと虫がいたり落ち葉がね入ってたりしますけど、自分で、ね、すくってね、
取り除けば全然綺麗で、今日はもう本当にね綺麗でね、いいお湯でね、もうしかもね露天風呂なんてね、もう外のね高原のね風をね肌で感じれるっていう感じで、もうすごい良かったですわ。ここはね、いやーぜひね一度皆さん来てみた方がいいと思います。で今お前どこにいるんだって話なんですけど、なんかね謎の休憩室があって、別になんか空いてたんで普通に入ってきたんですけど、うん、こんな感じでね休憩室も、しかもこの部屋だけじゃなくてこっちに襖があるんですけど、こっちにもね同じような部屋が2部屋あるんで、もう全然余裕で寝れるっていうね、うん、感じなんですけど、いや非常に良かったですね。じゃあもうちょっとね奥にねダムがあるので、そこまで行ってみたいと思います。まあそれでね、ここにねいい感じの地図があったんで、まあ、これを参考に説明したいんですけど、奥大井って書いてあるな。まあ、この辺が千頭駅ですね。この辺が川根本町のなんだろう中心なのかな、中心役場もこの辺なんだったかな、なんですけど、ちょっと手前かで、ここら辺でスマタ橋と分かれて、さっき言ったこのここが違うな、あこの辺がダムのとこで、ダムじゃないや橋のとこでしたね。で井川駅来て、でずっと来て、で今ここですね、赤石温泉白川荘ってとこで来ております。でこの道ずっと来たんですけど、この先にね畑灘第一ダムっていうのがあるんですけど、畑薙かで、ここまでしか行けないんですよ。ここから一般車通行止めって書いてあって、車だとねここから先はね行けないんですよ。この先にもねさらにね赤石ダムとか田代ダムとかあるんですけど、ここはね本当にダム関係者、発電所関係者しか行くことができなくなっててっていう感じでね、普通の人が入れる一番奥がここなんで、ちょっとここまで行ってみたいと思います。ほいじゃあねダムまで行ってみたいと思います。ここからね2キロぐらいかな、4キロでした、看板あって4キロらしいです。だからどうだろう、10分ぐらいで着くかなっていう感じなんですけど、この先はねもう本当に一般人はね行けないので、いやーちょっとまあ一回行ってみたかったんですよね、この大井川の奥。まあこの先がね、この先なんですよね、リニア中央新幹線の工事現場って、ここよりも多分奥なんですよね、だからとんでもないところなんですけど実際。いやここまで来るのにだって2時間以上かかってますからね、この金谷とかからね。いやどうやって工事するんだって話なんですけど、うん、ただまあねちょっと今工事がねできないっていう状況になってますけど、大井川こんな奥、うん、すごいことするなっていう話なんですけど、まあちょっとやっぱここからは道が若干狭いですね。あちょっと対向車が来るとうーんってなりますね。白樺荘までは全然大丈夫、井川から白樺荘まではね思ったより道は広かったですね、うん、よかった。ここから先はねお好きな方だけって感じで、行きたい方はどうぞって感じですけども、せっかくここまで来たんだから最深部まで行きたいなっていう風な気持ちになると思いますけど、まあ、時間とかね体力との兼ね合いで皆さん判断してください。私はねまだ今2時半なのでね、まだ全然日中の時間帯だから活動できる時間帯でね、まあ、行ってみたいと思います。なんか正面にねコンクリートのね謎の遺構があるんですけど、ワクワクしますねこういうの見ると。もうねダムなんですね、畑薙だと思うんですけど、畑薙第一ダムって言ってね、第二ダムはどこにあるんだっていうことなんですけど、もう通り過ぎてるんですよね。さっきの白樺荘の手前にあったんですよ、こっちだ右かな、うわーすごい結構広いな道、ただ
だこのダムが一番奥じゃなくて、まださらに2つぐらい大きいダムがねありますので、全然これがね、なんていうのかな、中腹ではないけどね、まだまだ中盤っていうのかな、うん大井川最深部まではね、まだまだあるんですよね。信じられない、中部電力管轄なんだ。でこの先にね、ゲートがあるんですけど、行けるのかな、どこまで行けるんだろう。あ、車が止まってますね。ここで登山する人は止めていくのかな。この先は行けないのかな。ようこそ南アルプスへなんだろう、おお、ここが行き止まりだ。あ、なんか関係者しか行けないみたいだね。はい、というわけでね、ここは沼平っていうところらしいですけど、ここがね、あの車、普通車がね、普通の方が入れる大井川のね最深部ですね。ただね、この先ね、歩いていくことはできるんですよ。歩きか自転車は OK みたいですね。自転車でこの先に行くことはできるみたいです。あー、バスでこの奥まで連れてってくれるのか。このバス一体何だろうと思ってたけど、登山者を乗せるためのバスだったのか。へー、この先にね、なんかいくつか山小屋があるので、そこにね、あの多分あの利用される方はこういう感じで行くんだ。へー、そうなってるんだ。まあ、ちょっとね、この先はね、知ってる人じゃないといけないっていう感じでなんですけど、だもんでね、この先のダムとかはね、あの自転車とかね、用意していくしかないって感じですね。いやー、ちょっとね、不思議なところだなって感じですね。っていう感じでね、あの大井川のね最深部まで来たんで、私はね、もういい加減帰ろうと思います。ではね、長い間ご視聴ありがとうございました。